皆さんお疲れ様です。今回は、不遇たちの SV、マグカルゴ編をお送りします。どうぞ最後まで、ゆっくりしていってね。ということで、DLC、緑の仮面より追加された、マグカルゴのお話です。まずは、ざっくり彼の歴史を見てみましょう。第2世代、金銀で登場したマグカルゴは、初となる炎岩の複合タイプとなりました。第3世代の図鑑説明で、体温が1万度ある設定も追加され、衝撃でしたね。しかし、マグカルゴは野生で出現することはなく、進化前のマグマップですら、京都地方には出現せず、関東地方のみで出現という生息状況でした。さらに金銀でマグマップを使うトレーナーは3番道路に1人だけで、マグカルゴを使うトレーナーはグレンジムリーダーのカツラのみと、1人ずつしかいません。どちらも京都地方ではなく、関東地方のトレーナーなので、戦えるのは本編クリア後となりますね。ということで、このマグマップとマグカルゴ、金銀初登場にもかかわらず、クリア後の関東地方でしか会えないという、すごく地味なスタートを切りました。一応、クリスタル版なら京都地方でも再戦で使うトレーナーはいますが、数回の再戦が必要なので、戦った人はそう多くないと思いますね。こんな感じで、マグカルゴは京都で見ることができず、さらに金銀版で登場したという印象も薄いので、後年作品のルビーサファイアの方が使うトレーナーも多いということで、大真面目に第3世代のポケモンと思っている人が一定数いるみたいです。今から5年前に投稿したマグカルゴの解説動画のコメント欄に、マグカルゴは第3世代のポケモンだと思っていた、というコメントが結構寄せられていましたね。まあ、こんな出現状況ならこう思ってしまうのも無理もないでしょう。と、登場作品を勘違いされてしまうほど地味なスタートを切ったマグカルゴですが、第7世代まで合計種族値は410で、これは炎タイプ最終進化系でワースト1位と不名誉なものでした。第7世代で、HP と特攻種族値が10ずつ、合計20アップの修正が入ったことと、さらに低種族値のアローラガラガラの登場もあり、種族値は炎タイプ最終進化系、ワースト2位に浮上しました。まあ、アローラガラガラは専用アイテムもありますし、第7世代黎明期対戦環境では結構活躍したので、実績の差はかなりありますが。ちなみに、岩タイプで見ても、最終進化系ワースト3位の低さと、こちらもかなり低いですね。なお、岩タイプはウソッキーと原種サミーゴが1位タイなので、数値的には2番目に低いのですが。こんな感じで、マグカルゴというポケモンは、地味で低種族値なポケモン、と言って差し支えないと思いますね。そんなマグカルゴですが、覚える技を見ると、第3世代あたりまではしょうもないですが、第4世代以降は、ステルスロックにオニビア首、自己再生も覚え、両壁も覚えると、サポート技が充実してきます。第5世代では殻を破るを習得し、夢特性で砕ける鎧を獲得と、低速をいくらか補える能力も得ました。と言っても、これで対戦環境に食い込む実力とはなりませんが、サポート型、耐久型、アタッカー型を、いずれもこなせる器用さを持っているので、使ってみれば、それなりに楽しいポケモンだと思いますね。種族値の低さや、4倍弱点2つ持ちというデメリットから、汎用性には欠けるものの、ハマれば気持ちいいタイプの性能です。では、そんなマグカルゴが、第9世代、DLC 緑の仮面より登場したので、その現状はいかがなものか、見ていきましょう。まず、マグカルゴの個性、炎岩タイプですが、第8世代から、固有タイプではなくなってしまいました。剣盾でトロッコン、石炭山、レジェンズアルセウスで翡翠ガーディ、翡翠ウィンディがこれに該当し、今では炎岩タイプは5式となりました。マグカルゴの炎岩タイプという個性はなくなってしまいましたが、第2世代から第8世代間の、実に20年間も固有タイプであり続けた実績が残りました。大したものです。まあ、見方を変えると、20年間、固有タイプにもかかわらず、マグカルゴが対戦環境と無縁だったことは、炎岩タイプの有用性が低いということの証明なのかもしれませんね。翡翠ウィンディもダブルバトルで使われていますが、シングルでは振るっていないようですし。続いて、未だに低い、合計種族値についてです。相変わらず、炎岩タイプでマグカルゴ以下のポケモンは、アローラガラガラ、ウソッキー、原種サミーゴしかいません。さらに現状、その中で SV に登場しているのはウソッキーのみなので、SV でのマグカルゴの合計種族値は、最終進化系炎タイプでワースト1位、岩タイプでワースト2位となっています。どうやら、SV 登場ポケモンの中でもその低種族値ぶりは健在なようですね。近年の種族値基準なら、ここから進化をもらっても不思議ではありません。そんなマグカルゴ、今作で覚えた技はどうでしょうか。めぼしいところだと、この辺ですね。習得技はすべて攻撃技であり、必然的に攻撃性能が向上しました。
特に、これまで岩特殊技は威力60の原子の力のみと火力不足だったので、パワージェムの獲得はかなり嬉しいところがあります。ちなみに、10万馬力はなぜか、マグマップの時点でしか覚えられないんですよね。何かのミスな気がしますが、進化後に覚えさせようとしても手遅れなので、結構気をつけないといけないですね。自身はマグカル語も覚えられるので、シングル運用なら大丈夫そうですが。では逆に、有用そうな没収された技はというと、このあたりですね。ロックカット没収で、素早さを2段階上げる術は、耐久が下がる殻を破るか、砕ける鎧の発動のみとなってしまいました。まあ、どうせ素早さを上げるなら、殻を破るが優先されそうですし、そこまで困らなそうですね。大爆発も没収で、自主退場技は置き土産のみとなりました。技マシンがなくなってしまったので、仕方ないところではありますね。まとわりつくも没収されましたが、こちらは代わりの高速技をもらったので、問題ないですね。痛み分けは替えが効かない効果なので惜しいですが、大きな戦力ダウンとまではいかなそうです。こんな感じで、没収された技はそこまでマグカルゴの戦闘力に影響しないと思いますね。さて、マグカルゴの強化要素も見たところで、結局、マグカルゴは SV でどんな戦い方ができるのか、ということを考えていきましょう。まず、種族値からおさらいです。改めて左の種族値を見てみると、合計種族値430は、やはり低い水準と言わざるを得ないですね。しかし防御が高く、攻撃と素早さは潔く低い特徴があるので、種族値効率は悪くないと言えるでしょう。かといって特攻90はあまり高くなく、一撃で相手を倒すなら、積み技や持ち物の補正が必要となります。火力はちょっと頼りないですね。素早さは最速にすると、殻を破るを積んで実数値180、素早さ種族値111族を抜くことができます。現状の対戦環境において、十分な素早さとは言えないので、殻を破る型は仮想敵をよく定める必要がありますね。続いてタイプ耐性です。弱点、半減、等倍などをまとめるとこんな感じで、4倍弱点、2倍弱点が共に2つという耐性は痛いですが、弱点は合計で4つしかなく、半減以下のタイプが7つもあるのは優秀ですね。耐久型として運用するならテラスタルが必須となると思いますが、逆に言えば過去作よりも弱点を消せる分、使いやすくなったと言えるでしょう。テラスタルからの鬼火や自己再生を絡めれば、突破は困難となります。特性も見ておきましょう。マグカルゴの特性はこの3つですね。マグマの鎧は生きる場面がほぼないので、実質2つと思ってもらっても大丈夫です。物理受け型なら炎の体が優先されそうですね。砕ける鎧は物理攻撃を受けた時に防御が下がり、素早さが上がる効果ですが、発動が受動的かつ、防御が下がるデメリットがあるので、アタッカー型でも採用しないケースはあると思います。殻を破ると合わせて発動できれば、素早さは4段階上昇、倍率は3倍となり、これならほとんどのポケモンを抜くことができます。ここまでするとかなりピーキーになりそうですが、ロマンはありますね。続いて、覚える技の一覧です。まずは攻撃技。タイプ1技は物理、特殊ともに申し分ないでしょう。サブウェポンは少なく、技範囲は狭いと言えそうですね。ジャイロボールは羽ばたく神に有効ですが、相手が耐久無振りでも、再起個体で攻撃努力値も振ってようやく一撃で倒せるので、採用は考えものです。基本的にはタイプ1技と地面技が主力で、必要ならテラバースト、といった構成になるでしょう。では、変化技も見ていきましょう。変化技はかなり有用なものが多いですね。マグカルゴの長所は、この変化技の多様さにあると言ってもいいでしょう。積み技、起点作成技、回復技まで一通り揃っているんですよね。同じタイプの石炭山、翡翠ウインディと十分差別化が可能となるので、マグカルゴを使うならぜひこれらの変化技を活かしたいところです。さて、マグカルゴの能力を一通り見たところで、少しダメージ計算もしていきましょう。まずは HB 特化のマグカルゴです。現在使用率1位の、オーガポンでダメージ計算してみましょう。攻撃特化のかまどの面で、炎テラスタルしたツタコンボーです。面影や土地で攻撃ランクが上がることも加味して、これはさすがの相性4分の1、確定5発までダメージを抑えられます。ただし、同じくウッドホーンは乱数2発のダメージです。相性等倍ですからね。そしてマグカルゴが特攻無振りでも、特攻特化でも、パワージェムが確定2発で、鬼火も通らないので、マグカルゴがテラスタルなしで、テラスタルしたかまどオーガポンに受け出しから勝つことは困難でしょう。テラスタルしなければ、受け出しからでも勝つことはできそうです。また、受け出しからあくび、置き土産などを打つことはできるので、後続の積み起点にできる可能性はありますね。ということで、テラスタルの有無で明暗は分かれますが、かまどオーガポンに対して、HB マグカルゴはまあまあ戦えそうです。
では、礎の面オーガポンならどうでしょう。岩タイプのツタコンボは効果抜群なので、岩タイプと草タイプを等倍、または半減にするテラスタルをすれば、鬼火と自己再生が間に合います。というか、先ほどのテラスタルまでしたかまどオーガポンが例外なだけで、マグカルゴほどの物理耐久があれば、相性等倍以下のあらゆる相手に、鬼火と自己再生で受けることができます。まあ、そのためにマグカルゴがテラスタルすることは必至となるでしょうが。そして機能停止させて、交代した相手にアクビや置き土産を打てれば、同じタイプの翡翠ウィンディにできない、独自の動きとなります。また、炎の渦で拘束しつつ、定数ダメージを入れてもいいですし、クリアスモップを搭載すれば、積み起点も回避できますね。このように、様々な変化技を駆使した物理受け型こそ、マグカルゴの真骨頂だと思います。では、カラオヤブルを搭載した、アタッカー型も考えてみましょう。事前知識として、最速でカラオヤブルを積めば、素早さ111族を抜くことができます。ちょうど化身ボルトロスなどのラインですね。今となっては物足りない素早さです。そして物理と特殊の火力ですが、攻撃特攻ともに極振りした場合、それぞれフレアドライブより火炎放射の方が、ストーンエッジよりパワージェムの方が高威力となります。ロックブラストの5回命中のみ、パワージェムのダメージを上回りますね。ということで基本的に特殊型の方が火力が出ますが、岩タイプの方はそこまで大きな差がないので、連続攻撃技のロックブラストを優先した物理型も有用と言えるでしょう。このあたりの情報をうまく活かして、仮想敵を決めたいですね。では少しダメージ計算をしてみます。AC ともに250に振りで、最速を仮定して正確補正なしでやってみます。まず、HP250 に振りサーフ号ですが、殻を破っていないと、オーバーヒートでやっと乱数一発です。大文字でも倒せないわけですね。殻を破って特攻が2段階上がっていれば、噴煙でも確定一発です。やはり特攻種族地90では、何かしらの補正が欲しいですね。耐久むぐりのかまどの面オーガポンに対しては、特攻上昇なしのパワージェムで確定2発。攻撃上昇なしのロックブラストなら、5回命中させないと一撃で倒せないので、イカ様ダイスを持っても 50% の確率となります。殻を破れば先行の一撃で倒せるので、かまどポン相手には殻破安定でしょうか。次は殻を破った、攻撃2段階上昇のロックブラストですが、HP250 に振り回遊に対して、マルチスケール込みで乱数4発、5回命中で確定撃破となります。イカ様ダイス考慮の4回命中で倒せればよかったのですが、5回必要となると微妙ですね。攻撃種族値50しかないので、仕方ないところではありますが、と、一部の例を紹介しましたが、弱点をつけても一撃で倒せないケースは多く、アタッカー運用なら殻を破るはほぼ必須となるのではないでしょうか。それでも、種族値は攻撃50、特攻90、素早さ30という数値を使うので、戦い方の効率は悪い気がしますね。まあ、非効率でもロマンを求めたい人向けの戦い方となるでしょう。それでは、マグカルゴの戦闘性能のまとめです。種族値的にアタッカー適性は低く、殻を破るがあっても大きなアドバンテージとはならないと思います。物好きな人向けの戦い方ですね。4倍弱点2つ、2倍弱点2つの耐性なので、起点作成するにもテラスタルが欲しい場面が多くなるでしょう。テラスタルなしでは安定感に欠けると思うので、起点作成にそこまでするかという話になりますね。となると、高い防御種族値と豊富な変化技で、テラスタルと合わせて物理アタッカーを機能停止させる、耐久型の適性が高いと思います。物理アタッカーを止め、その裏の相手に何かしら変化技を打ち込めればいい仕事になりそうですね。まあ、もちろん全ポケモンの中では弱い部類なのは間違いないですが、低種族値の割にはそこそこ戦えそうだと思うんですよね。防御が高い特徴と豊富な変化技のおかげで、戦い方が破綻することはなさそうです。全体で見てもワースト上位の種族値や、同じタイプのライバルの登場で不遇ではありますが、その中でもマグカルゴは救いのある方だと思いますね。不遇で豪での活躍が楽しみです。ということで、今回はここまでです。ここまでご視聴、ありがとうございました。他の動画も、ぜひ見ていってください。それでは。